リーグの野球選手アメリカ合衆国入りのイシューシカゴ生まれ、ウトウミギウチ。ニックネームは、リバティ。タイカップのチームメイトだった二類種で、持ち前のショーマンシップで、数々の逸話を残した。1876年、シカゴで、ドイツ移民の両親の間に生まれる。18歳の頃には、その機敏さと守備力が目を引くようになっていた。 シカゴのセミプロのチームで数年過ごした後、1898年に、サウスダコタのスーフォールズというセミプロ球団と契約。そこで、内野手として、目を見張る活躍をしたことで、1901年に、ウェスタンリーグのセントポール球団に昇格した。同年のシーズン終盤になって、シカゴオーファンズと契約し、メジャーにデビューしたのは10月に入ってからだった。 翌1902年はカブスで三塁を守ったが打率。196と打つ方がさっぱりで、シーズン途中にセントポールに送り返されることになる。1903年の丸一年をセントポールで過ごした後、1904年にはシアトル、ミルウォーキーとチームを移りながら、その守備力を磨いていった。1905年、すでに29歳になっていたシェーファーは、 当時弱かったに勇敢の補強に躍起になっていたデトロイトタイガースに入団。シェーファーはすぐにチームに溶け込み、特に同じシカゴの出身だったチャーリー・オレアリーとはフィールドの内外でいつもおどけた軽妙なやりとりをするほどの仲になった。シェーファーは生二類種として151試合に出場し、打率は244だったが、守備ではリーグ最多の視察数と、 955の守備率を記録した。この頃からシェーファーは持ち前のショーマンシップを発揮し観客を喜ばせる派手なパフォーマンスを見せるようになる。予告ホームランシェーファーは現役通算でランニングホームランを含め9本しか本塁打を記録していない非力な打者だった。だがそのうちの1本は1906年6月24日の対ホワイトソックス戦で 派手なパフォーマンスと共に見せた予告ホームランだった。この試合、タイガースが1点差を追いかけ9回の2アウトで走者が一人、出たところで、シェーファーが代打で登場する。シェーファーは、生まれ故郷シカゴの観客に向けて、大見えを切った。打席に入ったシェーファーは、ホワイトソックスの投手独ホワイトの初球を叩くと、打球は、彼の公約通りレフトの観客席へ消えていった。 ベースを一周する間、シェーファーは競馬を真似て、シェーファーン半馬ンリード。と実況を入れながら、一類から本類まで全ての類に滑り込み、最後に本類にフックスライドで滑り込んだ後、立ち上がり帽子を取って観客にお辞儀をした。それでは、皆様、本日午後のパフォーマンスはこれにて終了。皆様のご配慮に感謝いたします。 シェイファーの派手な予告本塁打は翌日の新聞に一斉に書き立てられた。フィラデルフィアアスレチックスと対戦した別の試合では、シェイファーはアスレチックスのエースだったルーブ・ワッデルからコロンビアパークの場外に消える大きな本塁打を放った。この時はバットを持ったまま走り、ベースを踏むごとにバットを銃のように構え、ワッデルを打つ真似をしながらベースを回ったという。 ワールドシリーズでの隠し玉、シェーファーの突飛なパフォーマンスはこれだけにとどまらなかった。雨がずっと降り続く中で行われていたある試合では、ゴム長靴にレインコート姿で登場し、打席に立とうとして、退場処分になった。また別の試合では付けひげをつけて打席に立とうとし、やはり退場になった。1907年にシェーファーは、タイガースのキャプテンに指名された。 これはシェーファーが派手なパフォーマンスと、裏腹に、ゲームではその、抜け目のなさを見せていたこと、また、シェーファーと同じ年に入団したタイカブの数少ない、友人だったことなどが理由だった。シェーファーは、毎年堅実な守備を見せ、タイガースは、同年のアメリカンリーグ優勝を飾った。タイガースは1907年のワールドシリーズで、当時強力な投手陣を誇った。 シカゴカブスと対戦した。シリーズは0勝4対1分で屈したものの、シェーファーは第2戦の1回裏に三塁種のビルコーリンと連携し、これまでのワールドシリーズで唯一となる隠し玉を成功させている。シリーズの第1戦にタイガースはカブスの先頭打者、ジミスレーグルに2盗塁を許しており、なんとかスレーグルの足を封じようとしていた。 第2戦の初回、スレーグルは、死球で出塁すると、すかさず投塁、二塁への悪送球の間に三塁を、落とし入れる。続く2番のジミー・シェッカードは三振し、バッターに3番のフランクチャンスを迎えた。スレーグルは離塁して、リードを取るが、その時ボールはなぜか三塁のコーリンのグラブの中に、あった。細かいプレーは記録されていないが、ボールは、シェッカードが三振して、 内野を回るうち、こっそりシェーファーからコーリンに送られていたものと考えられている。一塁への盗塁1908年、チームはアメリカンリーグに連覇を遂げ、シェーファー自身も瞬速を発揮し40盗塁を記録した。これはこの年のリーグ3位の成績だった。この40盗塁の中には、一塁への盗塁がカウントされていると考えられている。 チームメイトのデイビー・ジョーンズは、シェーファーは、試合で、一塁に盗塁したただ一人の男と、回想している。ただ他の記録を見ると、一塁への逆走盗塁を、試みた例はいくつかあり、1902年8月13日に、アスレチックスのハリー・デイビスが、また1908年7月31日に、フレッド・テニーがこれを試みている記録がある。 ジョーンズの階層に基づけば、シェーファーが一塁への投塁を見せたのは1908年頃の対インディアンス戦とみられる。この試合の9回、三塁に、ジョーンズが、シェーファーが一塁に出塁する場面が来た。タイガースは、ダブルスチールを試みたが、インディアンスのホッシュニグ・クラークは二塁へ送球せず、結果、シェーファーだけが二塁に進塁した。すると次の投球で、 シェーファーは二塁から一塁へ逆走し、さらに次の投球でもう一度二塁へ進塁したという。ただこの階層は実際のどの試合のことを指していたのかが特定できていない。翌1909年もタイガースは好調で、シェーファー自身もデトロイトで高い人気を得ていたのだが、同年8月にジム・デラハンティット交換トレードでワシントン・セネタースに移籍する。 セネター水石後の1911年は打撃面が好調で打率は自己最高となる334を記録した。シェーファーがはっきりと一塁盗塁の記録を残したのは同年8月4日の対ホワイトソックス戦だった。9回裏、サヨナラの奏者となるクライドミランを二塁に置き、シェーファーがバントヒットで出塁した。 1.3塁の場面でセネタースはダブルスチールを仕掛けたがホワイトソックスの保守フレッドペインは2塁へ送球しなかった。するとシェーファーは次の投球で2塁から1塁へ投塁し1塁に戻ってしまった。このプレーにホワイトソックスの監督をしていたヒューダフィーが審判のトム・コナリーにアウトだと抗議し2人で言い争いをしている間に シェーファーは再び二塁へ走ろうとした。シェーファーは1、一二塁間で挟まれ、その間に三塁走者のミランが本塁を狙ったが、タッチアウトになった。すると、今度は、セネタース側が、フィールド20人のプレイヤーがいたから、今のプレーは無効とアピールし試合は混乱した。セネタースの抗議はすぐ却下されたが、試合後出身のコナリーは、 ルール上を明確に禁じられていないことを理由に、シェーファーの一類への盗塁を認めた。その後1920年になって、はっきりと逆走の盗塁を禁じる文章が、野球規則に書き加えられることになる。セネター推薦後のシェーファーは、選手権人だったが、コーチとしての役割が、徐々に増えていった。相手チームのサイン盗みにたけ、ヤジもうまかったそうである。 しかし気まぐれな行動は相変わらずで、1912年6月8日のシカゴでの試合で退場になった時は、シェーファーはコーチスボックスでポップコーンを食べていた。またセネタースでは、ニック・アルトロックやアルシャク・トラとコンビを組んで、両手にバットを持ち、ファウルラインの上を綱渡りのようにして歩くパフォーマンスを見せるなどして、関係者を笑わせていた。 シェーファーは1912年頃のスポーティングニュース、ガミのインタビューに対し、コーチのユーモアはチームに必要だと思う。味方は機嫌が良くなり、相手は気が散るからね。クラーク・グリフィスも同じ考えだと思うよ。彼は私のオフ酒ケはおふざけを煽るからと語った。1913年のオフには、チャールズ・コミスキーらが率いる世界周遊野球チームに参加し、 同年には日本でも試合を行っている。1914年まで、セネタースに在籍した後、1915年に、フェデラルリーグのニューアークペパーに参加、リーグが解体された後、1916年に、ニューヨークヤンキース、1918年に、クリーブランドインディアンスのコーチを務め、それぞれ1試合だけ出場している。シェーファー自身が、自分の相性を、 ジャーマニーからリバティに改名すると周囲に語ったのはこの頃である。当時第一次世界大戦が始まりアメリカの敵国となったドイツの名物ザワークラウトのことを自由キャベツと言い換えるようになったことになぞらえた彼ならではのジョークだった。1918年を最後に選手を引退した後、シェーファーは1919 19年にジョンマグロウの誘いで ニューヨークジャイアンツのスカウトとして雇われる。しかし彼はこの頃すでに肺結核を患っていた。1919年5月16日、ニューヨーク北部を通る電車に乗っている最中、サラナク湖付近で突然大量に凍結しなくなった。43歳だった。ありがとうございます。